こんにちは、エルコです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。今日も今この環境で私のマウスの前で今からローゲンゾーします。昨日もローゲンゾー、動画アップしたんですけど、昨日は、ルミナー4でローゲンゾーしてました。そして今日は、普通にフォトショップで、ローゲンゾーします。今日の動画ではそんなに長く、しないと思うけど、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。まあいろんな実際に最近使っているプリセットとかなんかいろいろ、まあ今早く見せようかなと思います。ではスタート。今日もし私のチャンネル初めて見てる人だったらイルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話をアップしているので、初めての人だったらぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そして小さな告知、もうすぐ私の3月に私の新しい本が出ます。もう Amazon で予約できます。ぜひ興味ある人がいれば、結構、まあ、大きくいっぱい写真もあるし、本の中に解説動画も入ってるし、結構楽しみにしてる本です。そしてサブチャンネルにも今日動画1本あげたんで、ぜひそれも見てください。上のカードと URL 入ってます。では本題に入りましょう。で、今日の動画ではちょうど先月は、タイにいたので、タイで撮影した写真何枚かを今からローゲンゾーしようかなと思います。で、全部ローゲンゾーすると、結構長い動画になるので、とりあえず何枚かだけ選んで、ちょっとピックアップしてローゲンゾーします。で、まあ、こんな感じで今、フォトメカニック、いつも写真を見るために使っているソフトフォトメカニックで、その時に撮影したローファイルを見てます。そして何枚か選んで、これが OK、 星1を押すと星が入ります。これを選んで OK、 この写真はキープします。星1で何枚かだけ入れます。これもキープします。星をつけます。で、こんな感じでちょっと上からだけ見て決めようかなと思います。これ石位置はついてるけど、何でか選んだんだろう。 OK、 これも星をそのまま残して、で、あとはこれも星を OK そのまま残して、この辺も結構かっこいい。今α7R4 のローファイルを今確認しているところです。この辺も結構かっこいい。 OK、 これもキープです。で、これも大体この時はストロボ1灯使ってました。ほぼストロボ1灯だけで、ずっとさ、これも結構いい感じ撮影してました。この辺も何か1枚ぐらい欲しい。はいはい、この辺ちょっと水平線斜めだけど、まあそれもそれで、これじゃない、この辺も1枚か2枚だけ置いといて、あと海の中にその後入って撮影してました。この辺かな、この辺も結構多分自分も中に入ってます。海の中に入ってます。これキープ、これもキープして、で、まあ、とりあえずこれもキープ します。OK、 とりあえず、今キープした写真のフィルターして、で、全部まとめてフォトショップに入れます。で、今フォトショップになんかサムネイルみたいなのが入ってたけど、今日サブチャンネルに、なんか最近、プロフォトとソニーもうこんな感じですごい今早く、もう開いてました。すべての写真で、まあ今からローゲンゾーします。ここはなんかフィルター使ったりしてました。ここで、メガネにソフトボックスが反射しているので、ソフトボックス使うときにちょっと下向いたりとするとか、そういう撮り方が多かったです。OK、 ちょっとハイライト触って、それかこれ私のプリセットです。結構最近いろんなプリセットを作ってます。まあ、全部使えるかというと、環境によって使えるものも使えないものもあったりする。まあ、こんな感じで、もし興味あれば
このプリセットをもうちょっとなんか使い分けて、ちょっとなんかこの辺は合わない、こっちかな、なんか話題にしようかなと思います。でここでちょっとサイド落としてたけど、ちょっとだけ上げたら OK、 結構いい感じ。 OK、 これはこれで。そして同じ設定を、この写真もだいたい同じ環境で撮ってるので同じ設定適用します。ここまで、右ボタンシンクロ OK、 全部適用で、ちょっとだけここに露出がちょっとずれました。ちょっと露出がずれて、ここまでアンダーにはしたくないので、ちょっと明るくします。はい、あ、これでいい感じ、かっこいい。そしてこの上の写真はここも結構今ドラマチックな感じになったけども、ちょっとだけ柔らかくしたいです。ドラマチックでも全然まあかっこよくて使えるけど、まあこれぐらいかな。ちょっとそしてちょっとだけハイライトを戻して、全体の露出触って、あとホワイトバランスもちょっとだけ、あ、これぐらい完璧、めっちゃかっこいい。これはこれで OK です。次この辺、この辺はまたちょっとプリセットを入れます。プリセットに、まあ、自分がよく使ってる設定をちょっといろいろ入れたりします。いろんな環境で一応使えるように結構工夫してます。まあ、変な名前ついてるけど、撮影してた時のなんか考えてたこととか、なんかそういう感じの名前がよくついたりします。とりあえずこのプリセットを入れて、ちょっとだけハイライトとシャドウをいじって、これで OK です。でまた環境が少し変わって、これプリセットなしでしようと思えば早いバージョン、これ早いバージョン、ハイライトシャドウ、ハイライト黒レベル、明瞭度若干、自然サイド触ると、まあこれで全然、まあ、使えるのはもう使えます。そしてまた少しだけ環境を変えて、この辺もちょっとドラマチックでかっこいい感じ。プリセット作ることは結構大事だな、フォトショップで。すごくスピードが上がります。なんか、まあ、自分の撮り方とかで、自分の撮るときからもプリセットのことまで、プリセットのことまで考えて撮ることもあるので、この辺のプリセットはここに結構合うかな。そしてもうちょっと全体的に明るくして、明るいところを少しだけ暗くして、シャープネスはそこまで上げたくない、これぐらい結構かっこいい。 α7R4 なので非常にシャープです。こんなでかいデータ、もうすごいディテールまで、結構見えたりします。そして α7R4 のデータ、今保存ボタンを押したら どのくらいのスピードで保存されるかもちょっと見てみましょう。この辺の写真もだいたい同じ環境で撮ってるので、ちょっとこんな感じのプリセットでやります。ここはちょっとだけ冷たい色にしてる感じです。これでいいかな。 OK、あと場合によってプリセットでちょっとこの辺触ると、まあ黒レベルとかいろいろトーンカーブで遊ぶこともあります。はい、OK、 これで完璧。そしてここでまた若干、ここはプリセットを任せないかな、ちょっとだけ、ちょっとなんか入れたいけど、ちょっとプリセット入れてからまた少しだけいじろう。プリセットもそのまま使えるかというとまたそうでもない。若干プリセットによって、まあいろんな癖とかもあるだろうし、プリセットを入れて、そして
その次に自分の微調整を入れることが結構多いです。OK、今回はこのプリセットを入れて、まあこんな感じかな。かっこいい。ここはちょっと色が変わったので、少しだけ調整して完璧。OK。そして、あと何枚かだけ、まあこんな何枚かだけ触るだけで動画にすると結構の時間になったりします。もう10分ぐらい経ってるのが、これ昔使ってたプリセットが。もう一回この辺に戻って、ドラマチックすぎる。ちょっと暖かい感じが欲しい。ちょっとだけ暖かい感じが。あ、でもこれでもいい。OK、これに少しだけ入れて完璧。で、ここのライトスタンドの足がちょっとだけ見えるけど、これでいけたら最高。これでもしいけたら、後で作業なくなるんで、まあまあまあ、これでそれなりにはいけたかな。OK。そんなに気にはならない。OK。これでこのまま残します。あと何枚かだけ触って、この動画終わりたいかなと思います。この写真なんかも、あ、OK。こんなスピードです。今、α7、α4 の写真のマウスのコンピューターで触ってるけど、こんなスピードでプレビューも普通に出たりするし、かなり速いです。OK。このプリセットで、これ、この前、尼崎でダンス写真撮ってた時に、作ってたプリセット。で、結構気に入ったので保存して、そのまま普通に今、すごいかっこいい感じに使いました。OK、完璧、最高。同じプリセットも、この辺の写真まで入れます。Alt と S を入れて、シンクロすると、はい、綺麗に入りました。で、この辺は何もフィルターとか使ってないです。フィルターなしで、撮影してます。なので、ホワイトバランスは5900Kぐらいで撮影してます。あと、この辺、これも結構かっこいい。これサムネイルにしようか。この辺もここまでかな。もう一回多分さっきのプリセットを適用して、そして少しだけ微調整をして、ハイライトシャドウだけ触って、全体の露出触って、これでいいかな。完璧、めっちゃかっこいい。あとここで全体の露出は確かにちょっと明るかったのか、この何枚かだけ全体の露出を少しだけいじって、OK、完璧、最高。これもちょっとだけいじって、これで終わります。あ、これもね、これ、ちょっと好きな撮り方。ここで、あれをちょっと直したい。あれどこだった？あれを直したい。クロマティックアベレーションズが若干入ってるので、あ、これマニュアルか。マニュアルにして、この辺の直したいです。この辺の今回のなんか、カラーフリンジがなんかちょっと青い感じの色になってるので、多分この辺の色だと思います。それで、完全に消えました。コントロール Z、 カラーフリンジも何にもないです。最高。ちょっとハイライトだけ触って、もうちょっとだけシャープにしたい。まあ、明瞭度を上げるか、テクスチャーを上げるか、両方を触るか、まあ、それは多分人によって多分変わると思うけど、まあ、これでちょうどいいんじゃないかな。すごいかっこいいです。でもうちょっとだけ黒レベル触って、暗いところをシャドウを明るくして、これで終わります。完璧です。 OK、 今回の動画はこれでもう終わりたいと思います。シンプルな感じで、何枚かだけロー現像して、今全部選択して、で保存します。 OK、 これで保存ボタンを押して選択して、そして
保存ボタンを押します。5時前です。5時前は、何分かかるかをちょっと、まあ、今この動画を締めながら、ぜひ見てみましょう。まあこれが多分、デルとかだったら、それか、あれ、サーフィスか、MacBook だったら結構時間かかってるけど、今非常に早いです。もうこのスピードで、このすごいスムーズな感じで、α7、α4 のファイルは、どんなマウスのデスクトップかというと、別の動画作ってます。多分1週間前くらいにアップしてる動画で、すべてのスペックが入ってるので、まあ、コスパのすごく良くて、そして十分、大きなローファイル、ロー現像できるスペックのパソコンになってます。OK、この動画これで終わりたいと思います。何か質問とかがあれば、こういうロー現像とか、なんかこういうもの見たい方がいれば、ぜひ下のコメント欄にコメント入れてくれたらめっちゃ嬉しいです。もっとこういう動画見たい方がいれば、ぜひ下のイエイボタンも押してくれたら最高に嬉しいです。サブチャンネルもあるので、ぜひそれもフォローしてくれたら、最高に嬉しいです。で、また次の動画で会いましょう。結構多分最近毎日アップとかもいろいろしてたけど、もしかしたら今明日から東京に行くので、ちょっとだけアップをする頻度が減るかもしれないけど、また多分いろいろアップしたりします。初めての人だったら、ぜひ下の赤いチャンネル登録ボタンを押してくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてもうこのスピードでもう残り6枚です。普通に結構早い感じにローキングゾーン。もう本当にこれノートだったらもう永遠にかかってました。多分今はどっか行ってなんかちょっと散歩してコンビニでも行って戻ってるみたいな感じです。もう終わりました。ではバイバイ、イルコでした。